効果銀行カードロン。こんにちは、準備だ。はい、皆さん。皆さんは、ラウドのロスないですか？私はなんだか、今週もなんだかラウドがありそうな、そういう気持ちですね。でも、ないと思ったらすごく寂しい。そしてなんか、とにかくラウドのロスがあるんですよ。はい。とにかく、はい、皆さん。それで、今日は私がラウドの話をちょっと持ってきましたけど、韓国の反応とか皆さんが気になってると思いますので、そして特に今日はなんか JYP チームに対しての話ですね。今までなんか、ほとんどはなんかピネの話をしましたけど、私個人的に、ゴーキさん大好きで、ピネーションが元、なんか私の推しチームだったので、いろいろそうしまして JYP チームの方々がちょっと寂しかったですね。すみません。はい、でもとにかく今日私が準備した話は、それで私が今日話したいことは、韓国の中でちょっと JYP チームを応援してた方々の間ではちょっと心配の声がありまして、それをちょっと皆さんと話してみたいと思いますね。なんで心配の声があるかと言ったら、ラウドで JYP パークさんがちょっと今までのオーディション番組とはちょっと違って、そこまでなんか積極的な様子をなんか見せてなかったですね、他のオーディションに比べたら。それでちょっとそういう姿を見て、そういう様子を見てちょっと心配になってた方々がいらっしゃったようですよ。例えばこれから JYP が出すボーイズグループが今年、それとも来年まで3つのチームが予定されていると。そしてこれは国内で3つのチームで、20のボーイズグループはグループまで含めたら4つのチームも、そしてその上に中国のボーイズグループまでしたら、5つのチームが、だから近いうちに5つのチームもデビュー予定がされてて、この中でなんかラウドってそこまでメインのボーイズグループじゃなくて、なんかなんていうかな、ちょっとサブみたいな感じのボーイズグループじゃない、だからなんかサポートがちょっとそこまで積極的にサポートしてあげなさそうみたいな、そういう心配があるんですね。だから今のところで JYP のメインボーイズグループはスキズじゃないですか。だからこのように押してあげるグループが誰なのか、それがちょっと心配。でもラウドではなさそうみたいな、そういう感じになってて、ちょっと心配してるらしいですね、韓国の中では。だからどんな意見まであるかと言ったら、例えばなんか JYP さんがなんか日本で20っていうチームを作って、なんかとにかくオーディション番組が大成功したんじゃないですか。だからその経験があるからこそ、オーディションに参加して日本人メンバーを選んで、なんかちょっと日本の市場をちょっと狙うためのチームじゃないかなと。それはこういう感じで JY パークさんに対してのちょっと否定的な、ちょっとそういうコメントは結構あったんですね。でも私からしたら、なんていうかな、確かに心配になるのは心配ですよね。ボーイズグループが今年と来年まで3つも予定されてて、近いうちに5つのチームが予定されてるので、その中で誰が一番なんかサポートをもらうかは、それはなんか分かりませんね。そしてでもきっとなんかどのチームか一番サポートされるチームってあるにはあるんですよね、きっと。だからそういう心配の声があるのも理解できますし、でも楽しみになるところもあるにはありますよ。このラウドっていう番組がもしかしてなかったら、デビューができなかった、自分の夢のそのデビューができなかった方々も結構いたと思いますので、それを考えてみたらそれでもいいことじゃないかなと。そしてまだ何もわからないからこそ、なんかちょっと楽しみに しながらちょっと待ててもいいんじゃないかなと個人的に思いますね。とりあえずこのラウドのおかげでデビューができた子たち方々には本当に嬉しいことじゃないですか。だからこそ心配の声よりは今のところではもうちょっと応援、そして期待を持てて待ててもいいんじゃないかなと思いますよね。
でももちろん心配の声も理解できるってことで、それでこれから私が何かちょっと見せようとしてますけど、これは何だかって言ったら、株会ではこのビジネスに関しての情報が一番早く回るんですね。だからこの JYP の情報をちょっと私が持ってきましたけど、ここを読んでみましょうか。 SBS オーディション番組ラウドを通じてボーイズグループが来年ぐらいにデビューすること、これだけじゃなくて Day6 をデビューさせたスタジオ J を通じて、今年それとも来年までボーイズグループ、新しいボーイズグループが予定されてると。そしてその上に20ボーイズグループと中国のボーイズグループが2023年までデビュー予定が目標だと、こういう感じで書いてますね。そして皆さん、これですよ。これが年末、今年の年末から来年まで新規アーティストデビュー3つのチームで、それが全部ボーイズグループだと予想されてますと。うん。だからこういう情報があるからこそ、多分これを見た方々が心配してると思いますよ。だから、うん、はい、とにかくぜひこういう心配の声まで、なんか JY パクさんにちゃんと届いて、ユンミンさん、ケイジュさん、イゲウンさん、イドミャンさん、そしてアマルさんが、うん、世界的に活躍できるような、そういうサポートをしてくださったら本当に嬉しいですね。だから皆さんも本当にそういう意見を積極的に出してくださった方が、今の時代ではもっとそういう意見もちゃんと聞いて見てるので、事務所側が。だからこそ皆さんのコメントも積極的にぜひ出してくださいね、はい、皆さんの声が本当に大事な時代なんですよ。今の時代は皆さん一人の一人の声でなんか結果が変わるみたいな、そういうのもあるので、ぜひ皆さんの声を出してくださいね、はい、そして楽しみにしながら、期待しながら一緒に待ちましょうね。そしてまた何か情報、新しい情報があったら皆さんにお伝えしたいと思います。ってことでしょう。